書館に入ってすぐ左側のこちらのスペースに教科書が展示されていました。紛失したのは宇佐市民図書館の玄関ロビーに展示していた小中学校の教科書122セット468冊のうち60セット126冊です。宇佐市教委によりますと、教科書は来年度に小中学校で使用候補となっているものの見本として先月18日から今月1日までの間展示されていて、誰でも閲覧可能だったということです。昨日職員が教科書がなくなっていることに気づきました。調査の結果、職員が教科書を移動させていないことから持ち去られた可能性があるとして、宇佐市教委は警察に被害届を出す方針です。これ永修司市長は持ち出した教科書の返還を強く求めるとコメントしています。